伊勢原の皆様、こんにちは。こんにちは。この3年間、ぶれずに、逃げずに、困難な問題、国論を二分する問題、真正面から立ち向かってまいりました。我が国を2013年以降、前に進めるのか、古い時代に戻してしまうのか、時計の針を戻すのか、それが問われる大事な戦いです。政権交代前には到底実現できなかったことを、さらにぐい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 前へ進めるのか、そうではなく諦めて交代するか、それが問われる戦いであります。第一に社会保障です。政権交代前のぜひ皆さん風景を思い出してください。消えた年金5000万円の問題がありました。消えた年金発見したのはどの政党ですか。我々です。いつまでもそれを認めずになかなか重い腰を上げなかったのは誰の時ですか。安倍さんの時です。あの5000万円、我々は国家プロジェクトとして取り上げて、消えた5000万円のうち2860万件まで見つけました。1300万人分です。金額は1兆7000億円です。我々が気づき探さなかったら1兆7000億円年金もらえるべき人がもらえなかったんですよ。こういう社会保障の改革を前に進めさせてください。政権交代の前、医療崩壊、たらい回しという言葉が毎日のように新聞紙面を踊っていました。それはそうです。今の医療や年金の制度を維持するだけでも高齢化が進んでいます。お年寄りが増えています。毎年自然増で1兆円社会保障費が増えるんです。放っておいても無駄なことをしなくても1兆円も増えるんです。それを小泉さんの時に2200億円ずつ毎年削ることを決めたんでしょう。それによって医療が崩壊をいたしました。我々は診療報酬を2回にわたりプラス改定を行って、手薄だった産婦人科、小児科、外科、救急医療、病院勤務医の対応、こういうものの手直しをしてまいりました。もちろん今すぐに全て良くなったとは言いませんが、医療崩壊、たらい回しという言葉はかつてほど減ってきたように思います。間違いなく前に進んできています。何よりも政権交代の前と後で変わったことは子育て支援です。それまではあまりにも諸外国に比べまして見劣りすぎました。子育て支援が手薄でした。その流れを変えて新しい児童手当と名前は変わりましたけれども、中学生まで手当を出すようになりました。さらにはその上行った場合、高校においては授業料の無償化も実現をしました。高校授業料の無償化によって劇的な変化が起こっています。経済的な理由で高校を中退する人の数は半分になりました。復学する生徒も出てきました。若者たちが学ぶ意欲があるのに、家庭の事情で経済の理由で学校を辞めざるを得ない、そんな不幸な国がありますか。そうじゃない国を作ろうとしているのが我々です。こうした社会保障改革や、あるいはチルドレンファーストにのっとった子どもも若者を社会でみんなで後押しをしていく、そのためにぜひこの伊勢原から社会保障改革を前へ進めるうねりを作り出していただきたいんです。二つ目は経済です。公共事業をばらまく、建設国債をいっぱい発行する、それを日銀が最終的には全部賄っていく、こんなやり方で日本の経済は良くなるでしょうか。公共事業のばらまきは
過去何度も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 やってきました。でも長い間デフレから脱却できませんでした。必要なことはどこに需要があるのか、どこが成長するのか、そして一番大事なことはどこが一番雇用吸収力を持っているか、それを見定めて安易に借金に頼るんではなくて、しっかりと財源を歳出の見直しなどによって確保することによって経済対策を講じるのが私たちはあるべき姿だと思っています。物価が上がるインフレの目標を作るそうです。 3%?2%? バブルの頃もできませんでした。何よりも物価が上がって名目の成長が上がるというのは見せかけの経済です。実質の成長が伴わなければなりません。みんなの給料が上がらなければ意味がないんです。給料が上がらないで生活必需品やガソリンが上がったら困るのは庶民じゃありませんか。年金暮らしの人じゃありませんか。実質的に皆さんの手取りが増えなかったら意味がないんです。残念ながらかつての自民党の政権はイザナギ景気を超えた戦後最長の景気と誇った時代がありました。確かに企業の収益はものすごく上がってたんです。アメリカの経済も新興国の経済も好調でしたから日本の経済も良かったんです。でも思い出してください。働いてる人雇用者の報酬は減り続けたんです。だから格差が拡大したんじゃありませんか。同じようなことをやっても意味がありません。私たちはこれからグリーンエネルギー革命を起こし、再生可能エネルギー、自然エネルギーの分野での成長を実現する、あるいは医療健康分野、ライフイノベーションを起こし、この分野における需要を作り出していく、働き手も増えていきます。このように最後は雇用につなげていかなければ、働いている人の給料につなげていかなければ何のための経済成長なんでしょう。経済の成長は国民生活を豊かにすることです。その原点を忘れずに、私たちはばらまきではなくて成長分野、雇用を作り出す分野に種をまいていく経済、種まきの経済かばらまきの経済かでは全く意味が違います。ぜひ種まきの経済を私たちに任せてください。さて3点目は、これはエネルギー政策です。日本の方向性を決める皆様には大事な選択をしてもらわなければなりません。あの原発事故の前までは全国に約50基もの原発を作り、それを稼働させることによって日本のエネルギー供給の3割近くを賄っていました。でもあの事故を受けて国民の皆様の声は、もう原発に頼らない社会を作ってほしい、将来はゼロにしてほしい、これを私は国民の覚悟として受け止めております。その覚悟を受けて2030年代に原発稼働ゼロを目指す、そのために政策資源総動員をするという大きな方針を閣議決定をさせていただきました。2030年代に原発ゼロにする、この目標に向かってエネルギー政策を前に進めていくのか、そうではなくて10年間立ち止まって考えるのが自民党だそうです。10年立ち止まって考えていれば今のエネルギー政策を惰性で続けるだけです。続原発です。脱原発に向かって前へ進むのか、それとも現状維持にとどまるのか、皆さんの選択にかかっています。脱原発を掲げる政党はその他にも出てまいりました。でも現実感はどうでしょう。すぐにゼロにした方がいいと思う人はもちろん多いと思います。でも経済を考えた場合、代替エネルギーの開発の進展を考えた場合、世界のエネルギー情勢を考えた場合、着実に2030年代 V
ぶれずにゼロを目指すことが私は現実的な歩みだと思っています。ぜひこの点をご理解をいただきますように心からお願いを申し上げたいと思います。4点目は外交安全保障政策です。日本は戦後一貫して平和国家としての歩みを進めてまいりました。この基本姿勢は崩してはいけません。領土領海主権に関わる問題も出てまいりました。毅然として主張をしていかなければなりません。タフな交渉も必要です。でも元気のいい言葉を言えば、力強い外交を語ればそれで済むという問題ではありません。むしろ言葉が他国を国際社会を挑発するようなことは自制をしなければなりません。国益を踏まえながら常に大局観を失わず冷静に物事を進めていかなければいけないと思います。尖閣諸島の国有化を踏み切ったのは私の政権です。決断でした。でもこれは個人が所有していたものを国が買い取っただけであって、所有権の移転の問題であり領有権の問題ではありません。途中で東京都が買おうとしました。東京都が買うよりは、細かいことは言いません、東京都が買った場合どうなるかを考えたときに、国が買った方が尖閣諸島の平穏かつ安定的な維持管理に資すると判断したからであります。5点目は政治改革です。党首討論で私は定数削減をあえてテーマにしました。なぜならば私たちのマニフェストにも定数削減3年前書いてあったんです。自民党も書いてありました。他の政党も書いてありました。正確に言うと共産党だけは定数削減は書いていませんでした。定数削減、これは政党政治家の覚悟の問題です。マニフェストで書いたことで私たちは実現できないことがありました。それはほとんどが財源に関わるテーマが多かったからです。これは率直に認めなければなりません。できたこともあるけれどもできないこともありました。大きな理由は財源でした。でも定数の削減は財源とは関係ありません。予算を伴うものではありません。我々が決断をすれば物事は動くんです。でも3年間全く膠着状態が続いて議論が進みませんでした。17回も政党間の議論を行ったんですが結論が出なかったんです。それぞれの党利党略がありました。実は定数削減はやりたくないという政党ばっかりでした。重い腰を上げてくれない、ずっと及び腰だから最後のチャンスだと思って党首討論を通じて国民の前で安倍さんに約束をさせました。どの党が一番定数削減に本気であるか皆様はお分かりいただいたでしょう。社会保障の充実と安定のために国民の皆様にご負担をお願いする以上、その前にまずは会より始めよう、まずは自分が身を切る覚悟だけではなくてそれを具体化しなければいけない。これは世襲政治家だらけの自民党にはもうできないと思いますよ。我々がリーダーシップを振るっていかなければ決してできないと思います。今申し上げた通り、私たちはどんな困難があっても社会保障、経済、エネルギー、外交安保、政治改革など前へ進めていきたいと思っています。あまりにも歴代の政権が作った負の遺産がエベレストよりも高いぐらいにいっぱいあったから3年間では全て解決できていません。道半ばの改革があります。それらを困難であっても歯を食いしばって迷わずぶれず逃げずに真正面から立ち向かい前へ前へ政治を進めさせていただきたいんです。
私の大好きこのお訴えとさせていただきます。ありがとうございました。